安城産業文化公園、デンパークは、公益財団法人安城都市農業振興協会が、指定管理者となり管理運営を行う愛知県安城市の私立公園である。正式名称は安城産業文化公園で、愛称がデンパーク。名称は、一般公募により決定し、戦前における安城市の異名、日本デンマークと公園を意味する英語。 マークに由来するが、デンには、田園や、伝統の意も込められている。多角農業を推し進め、農業先進国であったデンマークになぞらえられた、安城市の歴史をもとにした、自然と親しみ、花のある暮らしをコンセプトに掲げている。デンパーク間、デンパーク風車近年の来園者数推移年度、来園者数の推移開園の次年度を最後に50%を下回るようになる。 デンパークは、1989年に、安城市議会より提出された、要望書、農業公園の建設についての要望書に始まる。要望書提出の3年後のあたる、1992年に基本計画が作成され、1996年には、安城都市農業振興協会が設立、土地の取得費用約65億円を含む、事業費140億円で整備。 翌年の1997年に開園した。開園初年度は来園者が120万人を超えたものの、次年度には来園者数が大きく減少し、開園から2年が経過した1999年度から、初年度来園者数の半分以下の水準で推移するようになっている。公園の広さは13.1ヘクタールで、園内一周は約1.5キロメートルである。 高さ19メートルのデンマーク風車や年5回の鉢植え植物を入れ替える花の大温室フローラルプレイスの他レストラン体験施設も揃う。第二駐車場は道の駅デンパーク案城としても機能している。2008年に設立された NEXT が JAI 知中央などが開園当初から運営していたレストランとソーセージ工房の事業を引き継ぎ三河さんの豚を主原料に ハムやソーセージをデンパークハム工房として販売するようになり、ドイツ農業協会の国際食品品質協議会で、フランクフルトソーセージが2012年と2014年に、アラビキソーセージが2017年に金賞を受賞した。2018年3月17日に遊び場がリニューアルし、国内最大級、高さ12メートルの大型木製遊具や室内遊び場、 遊ぼボねがオープン300円にした。遊ぼボねは天候に左右されず、北欧をイメージした快適な環境の中、遊具での遊び体験やブロック遊び、おままごとなどを年齢に応じて楽しめる、園内周回メルヘンゴー号電パークの風景樹林地や、花壇の形態は多岐にわたり、様々な展示方法を複合的に採用しており、特に花や葉の色別の展示や、季節別の展示は、 日本の植物園では従来では見られなかったユニークな方法をとっている。デンパークの植物コレクションは約3250種を超え、その多くの植物がナーセリーを経由して増殖、育成され園内の植栽展示に使われている。ただし、安城市編集委員会 2008P377 では、正式名称は安城産業文化公園デンパークである。 としている、ありがとうございます。